皆さん、こんにちは。昨日からゼパニア書を学んでいます。今日も預言者ゼパニアのメッセージに耳を傾けていきましょう。本日の聖書箇所はゼパニア書1章14節から2章の3節までです。タイトルは、謙遜な者には脱出の道を与えてくださいます。ゼパニア書1章14節から2章3節。主の大いなる日は近い。それは近く、非常に早く来る。聞け、主の日を。勇士も激しく叫ぶ。その日は激しい怒りの日。苦難と苦悩の日。荒廃と滅亡の日。闇と暗黒の日、雲と暗闇の日、角笛と時の声の日、城壁のある町々と高い四隅の塔が襲われる日だ。私は人を苦しめ、人々は盲人のように歩く。彼らは主に罪を犯したからだ。彼らの血は塵のように振りまかれ、彼らの腹綿は糞のように撒き散らされる。彼らの銀も彼らの金も、主の激しい怒りの日に彼らを救い出せない。その妬みの火で全土は焼き払われる。主は実に地に住むすべてのものをたちまち滅ぼし尽くす。恥知らずの国民よ、こぞって集まれ、集まれ。昼間吹き散らされるもみ殻のように、あなた方がならないうちに、主の燃える怒りがまだあなた方を襲わないうちに、主の怒りの火がまだあなた方を襲わないうちに、主の定めを行うこの国のすべてのへりくだる者よ、主を尋ね求めよ。義を求めよ。柔和を求めよ。そうすれば、主の怒りの日にかくまわれるかもしれない。今日は昨日に続きまして、神のエルサレムに対する裁き、その後半を見ていきましょう。今日の箇所の1章の14節から18節までは、神の裁きについて書かれています。1章14節には主の日とあります。主の日は神に従わない者にとっては裁きの日、従う者にとっては救いの日でもあります。さて、主の日とはどんな日なのでしょうか。1章の14節から16節、それは大いなる日であり、また近い日でもあります。そして非常に早く来る日です。そしてその日には勇士も激しく叫ぶとあります。その日は神の激しい怒りの日であり、苦難と苦悩の日、荒廃と滅亡の日、闇と暗黒の日、雲と暗闇の日です。戦いのための角笛が吹き鳴らされ、時の声が上げられる日でもあり、城壁のある町々と高い四隅の塔が襲われる日でもあるのです。その日というのは私たちの予想を上回るスピードでやってきて、そして激しい苦難が襲いかかり、戦いにより町が滅び去ってしまう、そういう日でもあります。1章17節18節では、人々が無残に死んでいき、誰も助けるものがないまま全地が焼き払われる光景が描かれています。このようにゼパニア1章では目を覆うような
神の厳しい裁きの様子を見ることができるのです。続いてゼパニアの2章1節から3節に入ると、また新たな展開が見られます。それは神の怒りの日に際しても脱出の道があるということが示されているからです。2章の1節、恥知らずの国民よ、こぞって集まれ集まれ。罪を犯したイスラエルの民に対して神は集まれと声をかけられます。ではなぜ集まらなければならないのでしょうか。2章の2節、昼間吹き散らされるもみ殻のようにあなた方がならないうちに、ご存知のように脱穀の終わったもみ殻というものは非常に軽く、そして風に吹き飛ばされてしまいます。イスラエルの民がもし神の声に従って集まらないならば、たちまちそのようなもみ殻のように吹き飛ばされてしまうのです。主の燃える怒りがまだあなた方を襲わないうちに集まるようにとの神の命令です。つまりまだ手遅れにならないうちに集まりなさいと言われるのです。それではイスラエルの民は集まって何をするのでしょうか。2章の3節、主の定めを行うこの国のすべてのへりくだる者よ、主を尋ね求めよ、義を求めよ、柔和を求めよ。まず集まったためにこう言われるのです。主の定めを行うこの国のすべてのへりくだる者よ、神の声に従い集まってきた民はすでに主の定めを行い、そしてへりくだる心を持った者たちでもあります。そしてそのような民が行うべきことは、主を尋ね求め、義を求め、柔和を求めることでもあります。罪を犯した人が神に立ち返るためにはまず主を求めることです。これなしにどんな悔い改めもありえないのです。主を求めない悔い改めは単なる後悔です。次に義を求めることです。言うまでもなく人の義ではなく神の義です。これまで神の義に逆らってきた生き方を方向転換させ、そして神の義を求め、神の義によって生きる生き方を求めるということです。マタイの6章33節には、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさいとあります。そして3つ目には柔和を求めることです。柔和なところから争いは生まれません。マタイの5章5節、柔和なものは幸いです、その人は地を相続するからです。そしてこの御言葉にはそうすればと続きます。もし人々が共に集まり、主を求め、義を求め、柔和を求めるならば、そうすれば主の怒りの火にかくまわれるかもしれないとあるのです。神に対する悔い改めがその人を救うことになります。これは旧約新約を通して表されている神様の変わらないご性質です。現代に私たちも主の前に謙遜になって悔い改めるならば、神様はそれをご覧になり許してくださいます。そしてこの新約時代の私たちには何よりもイエス様の十字架によって代価が前もって支払われているということを
忘れてはいけないのです。それゆえに今イエス様にある悔い改めというものは私たちに確実な救いをもたらしてくれるのです。私たちが主の前に悔い改めるならば確実な救いをいただくことができます。もし間違った道に歩んでいるならば直ちに悔い改めましょう。お祈りいたします。愛する神様、感謝いたします。イスラエルの民は厳しい裁きを宣告されましたけれども、同時にあなたは脱出の道も備えてくださっています。主に立ち返るならばそのものは許されます。これは旧約時代新約時代を通して変わらないあなたのご性質です。そして今は何よりもイエス様の十字架によって私たちの罪が確実に許される、そのような道が開かれていることを感謝いたします。私たちはもし間違ったことをしているならば直ちに悔い改めあなたの義をいただくことができますように、どうぞお導きください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。